をどのように平等な原則で形成することができるかという試行錯誤が始まっています。在这样情况下，一个国家像现在全球化的时候，一个国家它很难做到就是独善，这样的话那个它的效率也不高。如何就是联合起来，就是更效率的、更有效率的发展经济，平等的就是进行贸易，这在现在已经形成了一种趋势。世界銀行や国際通貨基金のような国際金融機関及び先進国の金融機関、そのような国際金融資本の手ひどい仕打ちを受けてきた彼らは、自分たちで独自の南の銀行を作り出すという構想を考え始めています。就像这样，那个包括世界银行、货币基金等等，就是包括一系列这种那个西方各个国家的这种金融的迫受到这种金融迫害的这种拉美国家，正在考虑成立自己的南美银行，就是用自己的金融体系来构筑重新构筑自己的金融体系。情報操作を行う欧米の大きなメディア、そのような連中が行うニュース報道によって。自分たちの社会で地域での出来事が歪められて報道されてきた、あるいは世界の他の地域でのニュースが真っ当な形では報道されなかった、そのような現実にを考えて新しい独自の地域メディアを作る、それはテレスールという形で実現しつつあるのですが、そのような共同の努力も始まっています。像那个迄今为止那些欧西方的这种媒体这种扭曲的报道也好不公平的报道也好，面对这段情况，他们也是想组织自己的自己地方那种新的这种媒体，这个媒体叫 Telesur， 这样一个媒体在这些那个工作也正在进行之中。もちろん前途は多難であって、そう簡単に様々な困難な問題が解決できるわけではないだろう。当然他们也会面临很多很多的困难。しかし世界的にネオリベラリズム、新自由主義に反対する力が強い、政府レベルでそうである、あるいは民主運動レベルでもそうであるという地域は、今僕から見てこのラテンアメリカ地域にしか生まれていないだろうというふうに思います。但是就是说从全世界来看也好，反对对新自由主义的反对的这个从政府和社会的层面、民众的层面一起反对的地区的话，也只有在那个拉丁美洲这个区域才存在。そのような具体例はいくつも挙げることができますが、最後に一つだけ挙げておきたいのは、21年前にメキシコの南東部、南の東、南東部で放棄した先住民組織サバテシタ民族解放軍のことです。这样的例子很多，想介绍一下，就是在那个南美的这墨西哥21年前那个墨西哥的东南部所发生的，就是萨帕塔民族运动。名前にあるように、あれは先住民族を主体とした武装組織です。就像那个刚才介绍的这个名字一样，叫萨帕塔民族那个民族运动吧。他们主体是那个当地的那原住民。彼らが放棄したのはアメリカ合衆国とカナダとメキシコの三国間で自由貿易協定が発効する日でした。他们进行起义的是当那个美国、加拿大和墨西哥就是准备进行那个就是正式启动那个自由贸易区的那一天。この協定によれば、15年間かけて完全障壁を全て撤廃するような協定が結ばれたならば、メキシコの小規模な形でやっている農業がアメリカの産のトウモロコシなどによって侵食され、メキシコ農業が崩壊してしまう、それから外資が積極的に導入されることによって土地の切り売りがなされ、貧しい農民がせめて使っていた土地が外国資本の手によって買い取られてしまう、
そのような未来を想像することによってそれを否定しようとしたそのような武装蜂起でした。这个武装那个暴动吧，主要的原因就是说，如果刚才所说的那个英美加，不，那个美国、加拿大、墨西哥的自由贸易如果正式成立的话，十五年以后，它的所有对于农业的这种关税就要全部被取消，因为这样的话，那个就是说美国的大量产的那个玉米、高粱就会导入，就会到那个墨西哥，这样的当地的是农民小做农的话，这生产就是完全就是不能成立，他们的土地也好要被那个被夺取。就是农民的所有的财产要被外国资本所夺取，所以他们是为了防止这样的情况的发生所进行的这样一次暴动。これ以上詳しく説明する時間はもうありませんが、僕はこの運動が20世紀末から現在にかけての、新自由主義に対する反対をの運動が世界各地で起こっていますが。それに非常に深いインスピレーションを当てた重要な運動であるというふうに考えています。我因为没有时间具体详细的解说，就是从二十世纪开始的这种运动，到现在的反对自由主义、新自由主义的这种运动，到现在为止，就是说给了我很深的印象。彼らは発したメッセージ、その言葉遣い、だから運動の内容、それは。さまざまな困難に直面している社会運動が何とか、新しい道を切り開こうとしているそういう努力の表れであると私は考えています。我认为他们那个所发出的一种信息也好，就表现出现在社会运动所面临的一些困难也好，那是给了我们一个新的崭新的一个未来的一种启示。私が今日の話を通じて強調してきた世界の現在の秩序を作り出している5世紀ほどの歴史の時間を費やして作り出している植民地主義の遺産に基づいた現在の世界秩序、これが今その原因を作り出した現代資本主義はグローバリゼーション新自由主義という形で頂点を極めています。我就是说那个刚才所说的将近花了五个世纪的时间所那个建成立的殖民主义，它的遗产到现在就变成了一个新自由主义这样一个形式。この歴史的な過程を明らかにし、そしてこのような大きな力に抵抗する運動は確実に存在しているし、これからも生まれるだろうというふうに確信しながら、私はこれからも出版活動と池上さんが紹介してくださった活動家としての人生を全うしたいと考えています。我刚才回顾了这样一个历史的过程，也就是说那个也同时也深信有各种各样就抵触这样一种那个就是说那个反动的这种东西的那力量。我就是从现在开始还是要继续我的出版，而且刚才就像那个池上先生说的那介绍的那样，我要继续我的这个社会活动。長い間ありがとうございました。じゃあ10分休憩いたしますので、5時15分にまたお集まりください。5時15分にぴったりすぐ始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。我们休息10分钟。我们开始这个提问交流的环节。はい、では何かご質問のある方、感想のある方、どなたからでも、手を挙げてください。有问题请问，有感想请发，请大家举手。有人发言。はい、じゃあどうぞお願いします。はい。ちょっと待ってね。本当に簡単な質問です。はい。いや、ちょっと待って。
はい、ユリエルと申します。韓国から来ました。最近のサパティスタのことを、最近の状況がちょっと知りたいんですけれども、もしご存知だったら、ちょっと話してください。先ほど言ったようにですね、王毅から21年経って、最初の頃は彼らは文書の生産量は驚くべきものがあったんです。次から次へとコミュニケを発表して、メキシコ国内に訴えるとか、世界各地に訴える。で、すでにもうインターネット時代に入っていたから、インターネットを通して世界中に、僕は文体的にも内容的にも魅力あるメッセージだと基本的に考えていますが、それの伝播力は非常に強かった。しかし、その後ピタッと発信をやめてしまってるんですね。で、完全に沈黙をほぼ保ってると言ってもいいぐらい。あ、通訳されるんだね。とりあえずそれぐらいで。刚才那个问题是这个，我对这个萨帕塔民族运动非常感兴趣，请老师介绍一下最新的状况。老师的回答是，从这个起义之后已经过了21年了。那么最初他们发表了很多的这个文字，有对这个政府的抗议，也有向世界各地呼吁这个对他们的这个支持的这样的一个东西。这个世界已经进入了网络社会。所以我对他们的这样一些，比方说文体啊，或者说内容方面，都有让我很这个有同感的地方。那么他们的影响力也很大，但是某一个时间突然这些活动就停止了，所以现在的状况是他们基本上陷入了完全的这个静默之中。ちょうど1年ぐらい前だったと思いますけど、僕が覚えている最後のコミュニケが出て、それは今まで外部的なスポークスパーソンとして振る舞ってきた。マルコス副司令という、白人ですが、彼がその役を降りると。で、マルコスの名前でこれからコミュニケ解放軍のコミュニケが出ることはないという説明を行いました。そこで今の状況がどういうことであるか、メキシコ国内からあるいは世界的にサパティスタに対してどのような批判が起こっているかを紹介しながら自分たちの立場を明らかにしている、そういう文章を発表しています。僕は僕のブログの中に、現代科学の中に状況2021というブログを持っているので、そこで1年前の、去年の6月ぐらいかな、そのサバティスタがコミュニケの中で大体どのようなことを言っているか、それを今の段階で僕がどういうふうに捉えているかを書いた文章を、公表しています。それをお読みになったら、一応それが最新の情報になるのではないかなと思います。那么大约是在一年前，那么他们最后在他们这个网络的这个专门的这个发言的空间里头，那么他的发言人马尔克斯副司令就是宣言他今后不再从事这方面的工作了。那么当时他在文章当中也列举了这个世界上对他们这次的这个民族运动的各种议论，包括很多批评性的意见，然后阐述了他自己的观点。我认为这个应该是他们最后一次公开的这样一个自我的发言。在我的博客里面，我这个有状况20、状况21这两个文章里头比较细致的介绍了这方面的情况。如果我记忆没有错的话，大概是去年6月，那么他们最后发言之后一直就再没有这个新的如果说最新情况的话，这个就是最新的状况。我来自台湾新竹，我叫林丽宇。我想请问那个太田先生的一个问题是，连续在巴西举办的世界社会论坛，在那个巴西的一个 boat， Grace 是不是 ？A Lake 的举办的那个世界社会论坛，那他对整个拉美的这几年来的向左转起了一个什么样的作用？这是我想请教。
谢谢。私は台湾の新宿から参りました林と申します。お聞きしたいのはブラジルで世界社会フォーラムというようなものを開かれているんですけれども、そういう活動はラテンアメリカのいわゆる左翼化にどういう影響が あったのでしょうかという問題です。よろしくお願いします。ブラジルでちょっと最初に開かれた年度を忘れてしまいましたが、ブラジルで会議が開かれたのは一定ブラジル労働党、現在の女性の大統領もそこの出身ですが、その前の、大統領も労働党出身の大統領でした。その労働党が全国政治の中だけではなくて、地方政治の中でもある地域政治の中でも一定の力を発揮して、その、自治体が非常に元気があったときにその地域で始まったんですね、第1回目は。ですからある程度その政治におけるある政党の革新政党の力が十分な力を発揮していた、そういう時代背景がまずあります。それからこれは世界的にもそうですが、ソ連邦の崩壊を前後して伝統的な共産党あるいは労働党、そうした左翼政党によって一元化されていた各国の左翼運動の在り方というのはほぼ終わりを告げました。一つの大きな左翼政党が前衛党として存在して、そこに全ての力が結集しているという、そういう在り方はほぼなくなったわけです。もう少し多面的な多元的な力を持っている、そのような社会運動がより集まって、あるその国における社会運動の全体的な共同する地平を作っているという、そういう時代を迎えていると思います。巴西开的这个集会第一次什么时候开忘了，但是它的一个背景是那个巴西的劳动党，也就是现在的那个总统，那个总统他前一任也是那个劳动党出身，他是一个全国的政治的一个力量，但是呢他在地方上也很有那个就是力气，所以说他那个第一次的会议，就是因为他从地方开始发展的这个地域政党吧，第一次那个会议是就是因为他那个在地方自治体，也就是劳动党在地方自治体的时候有相当影响力的时候，造成的。现在就是正由政治这个背景来说，政党政治这个力量背，这也是当时的现在那个巴西的一个政党的一个力量背景。从那个苏联那个崩溃以后呢，就是现在开始迄今为止传统上的以共产党与劳动党为那个一元化的政治，已经那个或者是组成的一个左翼势力，已经失去了它的力量。就前卫的力量来说，就是以多元化吸收多元化，成为了一个现在一个政治的一个左翼的一个状态。まあ35年前40年前であれば反体制ゲリラ組織であった、例えば、エルサルバドルのファラブンドバルティ民族解放戦線とか、それからニカラグアのエルサルバドルのファラブンドマルティ民族解放戦線
ローマ字ですか。ローマ字の方がいいかもしれない。ローマ字の方が。エルサルバドルのポラブンド・マルティ民族解放戦線とか、ニカラグアのサンディニスタ民族解放戦線、それからウルグアイの、あ、ウルグアイ、ウルグアイ大丈夫です。ウルグアイのスパマロスっていうのは、すべて反体制武装組織であったんです。その後の30年、先ほど話したような新自由主義に対する抵抗勢力が大きくなる過程の中で、これらは全て民主化の過程の中で正当化した候補政党となった。そしてそれぞれ今政権の中枢にいるわけです、これらの人たちが。だからこれらの人々も先ほどの質問の方が言われたサンパウロフォーラム、社会フォーラムに出ていますし、このようにこのような、組織も一緒になって加わっているわけですね。あともう少しひどい社会運動の人たちも、グループも加わっているから、かつてのような、前衛党主義のそういう集まりの仕方ではないというところに今の時代の特徴が現れているというふうに言うことができると思います。よろしいですか。もう少し。那么在大概在35年到40年以前，那么可是反对势力的，比方说那个萨尔瓦多的叫做法拉布多马蒂，或者说是乌拉圭的图帕马洛斯。像他们这样的一些人在当时都是武装的反对势力，然后后来经过了这么多年，随着这个对新自由主义的这种抵抗的力量逐步成为主体的话，他们后来都变成了合法的政党，然后呢他们现在都是各自国家的这个政权的中心力量。那么他们也参加了这个在圣保罗的这个社会论坛，所以从这个角度来说的话，像以前的某一个政党，那么他占有全部的这种指导势力的这种现象已经是成为过去了，现在是各种力量汇集到一块儿来共同的参与一个社会活动，呈现出这样一种状态。蔡田先生你好，我是马来西亚人，现在在新加坡教书，我有几个小问题哈，想请教你。那首先是很感谢您分享您的生命经验跟出版的经验，引领我们进入一个拉丁美洲的一个世界哈。那我这里想请问的就是，刚才你提到说，其实这几十年来，出版了不少有关拉丁美洲的作品，也得到日本的读者的一些反应跟关注。那我第一个想了解的就是说，日本的读者他们的回应跟关注是哪一个方面？那第二就是想请问说，我们到底要怎么样思考那个拉丁美洲的历史跟它的社会的发展，能够提供给日本反思他后来尤其是效仿欧美实行帝国殖民的这个行为哈，尤其是在今年这个战后70年哈，到底在这个这么多的讨论以内，拉丁美洲的历史的经验有没有进入这个反思的范围？好，最后一个说完。那第三个问题就是说，其实我想您提到的第三世界哈，那我觉得第三世界对您而言哈，可能也不是一个方法一个视野哈，而是你有真实的体验在里面。可是到底要怎么样把第三世界内在化于日本的
社会来思考，这个也是我很想理解的。不好意思，有三个问题，谢谢。私はマレー人で今シンガポールで教えているんですけれども、先ほどの講演はご経歴あるいは出版の経験からラテンアメリカのことをいろいろご紹介くださり本当にありがとうございました。私は3つ問題をお聞きしたいと思いますが、一つはここ何十年たくさんのラテンアメリカについての書物を出版されたということなんですが、第一の問題は日本の読者はそれに対してどのような反応あるいはどこに注目しているのでしょうか。そういう状況をぜひお聞きしたいと思います。2番目はラテンアメリカ社会の歴史あるいはその発展は日本にどういうような反省の契機を提供していると太田先生はご理解なのでしょうか。つまり日本は帝国主義の道を歩んでいるいたんですけれども、今年はちょうど、それ敗戦70周年も迎え、そういうことの考えもぜひお聞きしたいと思います。3番目は第三世界というテーマなんですけれども、それは先生にとってはただ方法論あるいは視野としてだけではなくご自身の身をもった経験と深く関わっていると思いますが、そういう身をもった経験をどうやって日本の社会変革に何ていうかな発揮していくのでしょうかという先生のお考えもお聞きしたいと思います。以上です。大変重要な質問たくさん出されてどうしましょうかね。はい、まず、僕らが出版してきたラテンアメリカ関係の書物に対する、日本の読者の反応ということですが、そうですね、例えば先ほど例に挙げたいくつかのラスカサスを含めた本の場合もそうですが、そのやはり今まで欧米中心の歴史観に慣れ親しんできてしまっているわけです、日本の読者は。だからそれと別な地点から場所から出された発想の仕方、物の見方、歴史の捉え方、そのこと自体が非常に大きな衝撃となって受け止められるという、そのことはまず第一にあると思いますね。それは歴史に関わる問題であればそうであるし、文学の場合にはその今までこれも同じことなんですが、あ、ちょっと待ちましょうか。はい、非常に大事な質問ですが、双重翻译，请原谅。刚才这个问题实际上是非常重要，但是稍微多了一点，这个我们待会再说。那么第一点，关于我们出版了很多关于拉美的这个著作，那么日本读者的反应。就像我们介绍这个拉斯卡萨斯的书也是那样，因为在日本很多的这个读者，也就是一般的日本人，他们的这个世界观实际上是以欧美为中心建构起来的，所以在看这些书的时候突然发现有另外一个世界，另外一个观察世界的方法，另外一种理解社会发展的这样一个角度，这个首先对他们的这个观点啊，对他们的思维啊，应该说造成了比较大的冲击。那么有关于历史这种过程的这样的书可能有这样一种效果，至于文学的话我再接着说。それから文学の場合であると、全く今までラテンアメリカ文学って結構独特の世界がその作家によってこう開かれているので、今までいろいろこう文学に親しんできた人たちでも
本当に新しい世界が開かれるという、そういう、まあ、感動というか喜びを感じることができると思います。那么从文学来说的话，因为拉美的作家他们的文学作品，真的是展现了一种独特的一种画卷。那么即使是对文学很熟悉的这个日本的这样一些读者，在阅读这样的作品的时候，也会从当中感受到一些新鲜的这样一种感动啊，这样一种喜悦与未知相遇的这样一种喜悦。でも同時に言っておかなければならないのは、30年前僕がこの仕事を始めた時は。まだ僕らが出すような硬い本でも初版を2500部とか3000部、することはできました。那么有一点我想这个说明一下，在30年前我们出版的书，即使是比较厚重，就是比较硬的这种专业一点的书，那么它第一次印刷的话也能够印上2500到3000部左右。しかし活字の時代が終わって、インターネットをスマホを操るのに人々が多くの時間を費やしている今、落ち着いて活字の本を読むという態度は急速に人々から失われているので、今僕らの本は初版1500部ぐらいのところで喘いでいます。那么正如大家所知道的，现在这种印刷品那么是处于这种这个衰弱的趋势，大家都在网络或者是使用智能手机，那么真正沉下来看这个印刷的这样的书的这种行为应该是越来越少了。因此我们现在出版的书，那么第一次印刷的话，现在一般就是1000、1200，最多1500，大概是处于这样一个情况，勉强维持。そして増刷まではなかなか行きません。而且这个很难得说是增印。だから本当にささやかな努力のように思えるんだけれども、できるだけ僕らとしては、まあこの日本って非常に自己閉鎖的な社会なので、少しでも世界に対する窓を開けておきたいと、そういう思いでやっています。那么从这种印刷的这个部数来说的话，实际上是非常少的。但是我们也在不停的努力，因为我认为日本它还是有一定的封闭性，这个社会，我们想通过我们的努力，在日本封闭的这个社会上开一扇小小的窗。二つ目の問題は、ラテンアメリカの歴史の発展が日本にどのような反省の契機になったかという、そういう質問でした。那么关于第二个问题，也就是拉美的发展对日本能够给予一种什么样的反省的契机？これはまあ僕が振り返ってみてありがちなことなんですが、なかなか自分の足元の問題には気づかない場合が人間にはある。那么我有时候也回顾我的这个经历，那么有一点就是说，这个人呢，往往是对自己周边有时候会忽视。で、僕は先ほどのような形でラテンアメリカに展開した近代以降の歴史をこう感じ取ったというふうに思ったときに、それは実は日本の近代の中でも同じようなことが展開されたではないかというふうに改めて捉え返す、そういう契機にはなりました。所以我通过这个对拉丁美洲近代以后的这个历史的了解，那么我觉得真正的能够在日本的这个历史发展中，是不是也有同样的情况，获得一个重新观察日本的这样的一种视角。僕は先ほどそこに書いてありましたが、日本の北海道というところに生まれました。刚才左下角写了我的这个出生地，我出生于日本的北海道。北海道は明治維新の翌年の1869年に当時の政府によって近代日本国家に編入された。しかしもともとは先住民族のアイヌが住んでいた、そういう土地でした。
那么北海道原来它是有原住民的，叫做阿伊奴族人。那么在明治这个明治维新的第二年，也就是1869年，实际上它是被强行当时的日本政府编入到日本的这个社会国家的这种体制当中去。それから10年後に今度は日本新しい日本国家は沖縄琉球諸島を強制的に自分の領土の中に組み入れました。那么所谓新兴的这样日本的一个近代国家把琉球纳入到自己的版图之内，实际上是在北海道的10年以后。そしてその後日清戦争や日露戦争を通じてだんだんとより一層近隣諸国への植民地支配を拡大し、やがて侵略戦争へと進んでいくのです。随后伴随着甲午战争、日俄战争这样的战争，那么逐步的把这个殖民地的殖民的这样的这个魔手伸向了邻国，最后一直走上这个侵略战争的道路。植民地を持つということは、そのような形で。より一層近隣諸国への蹂躙を強めていく過程であるということを世界共通の問題として感じる、そのようにそのような契機となりました。那么拥有殖民地实际上就意味着对周边国家甚至是更远的国家的一种蹂躙。那么我通过这个看拉美思考日本，那么认识到这是一个世界性的课题。3つ目、第三世界のテーマが、どのように日本社会の変革過程に反映していくつもりなのかという質問です。那么关于第三个问题、这种第三世界的、这样一个概念、或者说是这样一种方法、怎么样能够、以后把它发展到日本的这个变革当中去、我认为是这样一个问题。ご存知かと思いますが、現在日本には極めて極右的な政権が成立しています。敗戦後70年を経て、極めて、極右でいいですか？政権が成立しています。那么正如大家所知，日本现在这个政权实际上是一个性质上来说是一种极右的倾向。今までありえなかったことですが、このような政権を支持する一定の社会層も存在しています。迄今为止不很难想象的，像能够支持这样极右政权的这个势力在社会上也有一定的那个层面。敗戦後70年を経て、私たちの社会は一体どこで間違ってしまったのかということを考える日々です。戦後70年、今天我们的社会究竟在哪发生了问题、我一直在考虑这个事。その時、先ほどから話している日本近代日本国家が行った明治維新以降の植民地支配および侵略戦争、それの最終局面で迎えた1945年の敗戦、そうしたことから十分に学び取これ教訓を学び取ってこれなかった、そのような私たちの社会の姿が改めて浮かび上がります。从这里面我就深刻的看到和并且感觉到，我们这个社会并没有从明治社会、明治维新以后的殖民地侵略，直到1945年这样一个苦难的历程中取得足够的经验和教训。単なる政府のあり方だけではなくて、このような逆転をもたらしてしまった私たちの思想、文化のあり方にまで改めて切り込んで、この流れをどうやって食い止めることができるかというテーマとして、取り組み続けたいと思っています。我就从现在开始，我也想这不光是一个政府的责任，在我们的思想和文化层面，我们怎么样才能够阻止这样一种逆流。
それでは他に質問ございますか。じゃあ岡林さん。沖縄大学から来ました若林と言います。今日お話を太田さんのお話を、伺うことができて、大変勉強になりました。2つ質問があります。1つはお話の中で、キューバ革命がラテンアメリカの人々の意識を解き放っていく、それまで国境にこだわっていた人々がそれを超えて一つの解放の像を描くようになっていくというお話がありました。でそれについて少し敷衍してお話を伺いたいというふうに思いました。というのはアジアの場合はこのキューバ革命のようなこの小さな島がこの変革の、革新、となっていくということはないのですが、またその言葉というか、スペイン語をという言葉をそのある程度共有できているラテンアメリカとは違って言語的にもなかなか一つのそのリージョンというかアジアという地域を意識するということはなかなか難しい状況であります。でこの、先ほどのこの、キューバ革命がラテンアメリカの人々の意識を解き放っていったそのというところをもう少し伺いたいというふうな気持ちになりました。我是来自那个冲绳的那个若琳，感谢那个大田先生，您那个发言使我学习到很多那个东西。在您那个话语当中啊，就谈到了古巴革命曾经就给那个拉美的整个革命的改革带来了一个很大的影响，就是因为古巴革命的成功，使当时的人们超越了那个自己的国界。或者是那个自己的那个就是生活的范围，就是那个扩大了一个范围。但是这个就是古巴的革命具有一个普遍性。然后在亚洲的话是不是这样，那个亚洲的话找不出一个像一个变革的一个核心，而且在那个拉美地区因为是有那个西班牙语，他们这个语言上面沟通没有问题，而我们这个就是亚洲地区的话语言上也没有统一，这个问题就比较显得比较难。所以说怎么样，就是想请你更方便的跟我们说一下，就古巴革命是怎么样改变了拉美革命的这样一个整体。二つ目は私も80年代大学生でしたので、このラスカサスの本をその時に読んだり、あとガレアーノとかガルシャ・マルケス、あるいはプイグとかそういう作家80年代に訳されて、この今日は太田さんの話を伺うことができて本当に良かったと思いますが、この最初に池上さんがご紹介なさったときに、太田さんはアジア、アフリカ、ラテンアメリカ、坂会議にも関わっておられたということですので、そのことをもしよろしければ少しお話しいただけたらと思います。以上です。我自己本人在八十年代也是个那个大学生，您刚才所介绍的那些作者呢，拉斯大概是这样的一个作者的那个作品，我当时也是读过的。今天能听您讲，重新讲述这一些，感到非常高兴。那个今天开始的时候，那个池上先生也说了，那个大田先生是那个亚非那个作家会议的一个成员，能不能请您给我们介绍一下这方面的事情。まずキューバ革命についての問題からお答えします。首先我回答第一个关于古巴革命的问题。二つの観点から言わなければならないと思うんですが、まずその僕が先ほど言った人々の心を解き放っていったという、そういう側面をお話しします。
关于这个问题，我想需要从两个视角来观察。其中第一个是我刚才提到了，古巴革命使得这个拉美地区出现了一个意识上的一种解放。少し表面的な言い方になるかもしれませんが、ラテンアメリカの地域にはあるいくつかの共通性を考えることができます。在拉美地域，我们可以找到好几个他们之间的一种共通性。コロンブス一行に見出されることによって、まあブラジルはポルトガルの植民地でしたが、他の地域はほとんどがスペインの植民地にまずされました。自打被哥伦布发现之后，那么除了这个巴西，它是葡萄牙的殖民地，之外，其他的地区基本上都是西班牙的殖民地。そこで若林さんも言われたように、公用言語としてのスペイン語という一つの共通性によって、この地域の一体化というものが、何世紀もの過程の中で実現されます。正像刚才若林老师也提到了，作为一个共通言语的西班牙语的存在，使得它在之后，通过好几个世纪的这种社会发展，出现了一定的这个一体性。そして征服、植民地化、やがて独立、独立後も今度はスペインの支配は脱したけれども、フランスやイギリスやあるいは後に出てくるアメリカ帝国、そういうヨーロッパで欧米列強の常に浸透にさらされる、そういう意味では歴史的にも同じ運命をたどります。那么另外一个就是说被欧洲所征服成为殖民地，然后从殖民地作为一个国家独立 出来，那在独立之后呢，虽然摆脱了这个西班牙的统治，但是依然受到比方说法国啊、英国啊、美国啊这样的这个帝国主义列强的渗透，从这个历史发展他们也有了相当的这个共通性。そして最終的には20世紀の世界一の 大国となった北の巨人アメリカ合衆国によって、あらゆる政治、経済、文化浸透、それはまあハリウッド映画や何かを考えてみればいいわけですが、そういう圧倒的な影響下にラテンアメリカ全域が置かれてしまうわけです。那么作为它的一个现代状况，就在二十世纪，那么世界最大的这样一个超级大国美国，那么无论是这个从政治上、经济上还是文化层面，比如说考虑到这个好莱坞的重大影响，大家也能够想象得到，那么拉美地域都处于美国的这个压倒性的影响之下。それは一つ一つの国の内部の民衆からすれば極めて不当な経済的搾取を伴うものであったり、あるいはカリブ海の国々のように完全自主権も奪われる場合もあったり、そういって国内の抑圧的な政権を米国の体制が支える、そうした不正に満ちたものであった。那么从这每一个地区去看的话，它的内部的这样一种不正当的一种状况，比如说经济方面的这样一种掠夺，或者说是这个自主权的不完整，或者说是这个有一种这种压制性的这样的一种政权，那么实际上都和外部的这个美国紧密相连。しかし抵抗するにも圧倒的な力の差があって、どこの国でもどのようなささやかな解放に向けた試みも潰されるような時代が続いていた。但是要想抵抗这种国内和国外的这个美国的这种强大的这种力量的话，这种这个寻求解放的力量过小，因此在之前，这种每次小的朝向解放的努力都被轻而易举的被这个压制。そこに起こった1959年のキューバ革命は、あのフロリダ半島からすぐそばのカリブ海の小さな島で起こったものであったにもかかわらず、今まで他の地域では全く行われなかったアメリカ帝国主義に対する抵抗の姿をはっきりと示すものでありました。那么1959年就在这样一个状况之中，
在美国这个佛罗里达州下面紧挨着的这样一个小岛上面，出现了一个在此之前各个地区完全想象不到的对美国的那种抵抗的一种姿势，这个的影响非常巨大。だからアメリカ帝国の今までの傲慢な強権的な地域全体に対する支配のあり方に怒りを感じていた人たちは、少なくとも初期キューバ革命を熱狂的に迎えて、そしてそこである解放感情が一つになった、そういう意味合いで言ったのです。那么对于之前在这个拉美地区呈现出非常傲慢一种强权恃强凌弱的这种姿态的美国帝国主义，应该说大家心里都怀着这种愤怒或者说是郁闷，因此这样的人们看到这个古巴革命取得了胜利，至少在古巴革命取得胜利的初期，他们是以一种狂热来拥护的，而且从当中看到了一种解放的可能性。在这样的一种心理状态之下，我说它呈现出了一种一体化的趋势。ただそのような共通性に重点を置いて、確かに僕もある時期まではそのようこのように説明してきたのですが、その後の新しい歴史の展開、あるいは僕自身が持ち始めた新しい知見からすると、この説明の仕方はちょっと一面的であるかなという反省が自分の中にあります。那么刚才的这种说明实际上是我以前曾经我一直是这么来说明的，然而在之后通过以后的那么它的历史发展的一些事实，也通过我自身的这个思想方面的这种一种变化，我有了新的认识。何度か触れたように、ラテンアメリカにはさまざまな地域にたくさんの先住民族が今なお住み続けています。那么在我刚才的介绍当中也提到了，在拉美地区的各个地方，实际上一直到现在都有很多原住民在那里生活。ボリビアのように8年前に先住民出身の大統領が生まれた国では、現在の国名はボリビア多民族共和国と名乗っている具合に、たくさんの先住民族の人々によって構成されている多民族国家となっています。那么比如说这个玻利维亚，那么在八年前他出现了这个从原住民里头出来的总统，那么他把这个国家的名称也改成了玻利维亚多民族共和国，那么它是由一个多民族构成的这样一个社会。ペルーでもボリビアでも先住民族が多い国では、スペイン語と並んでそれぞれの先住民族言語が公式な公用語として採用されて現在に至っています。像秘鲁玻利维亚这种 就说有很多先住这个原住民的这样一个国家，那么与这个西班牙语一同，他们这个原住民的语言也成为现在国家的官方语言。そのような多様性が生み出しているこの地域の豊かさ、それから強調してきた植民地主義そのものが生み出した先住民族という存在、それに注目した場合に、例えばスペイン語のが共通言語として共有されているから一体感が生まれたという、言い方はある、一面的な言い方であったのではないかという反省が。那么这个既显示了这个拉美这个地区的它的一种民族多样性，也显示出了它的这个活动所具有的丰饶的可能性。另外一个就是说，从殖民地的这个发展过程本身，使得原住民现在成为这样的一个状态。那么从这样的一个现实去考虑的话，仅仅只是说西班牙语作为一个共同语言，使得这个社会有了一种一体感，这样的一个说法还是稍显偏颇一点。時間が少ないでしょうか。とりあえずこれぐらいの説明で置いておきます。あと、まあ AA 作家会議のことに触れます。アジアアフリカ作家会議のことに触れます。
那么关于第一个问题，因为时间的关系，可能就暂时涉及到这儿。下面我想讲一下这个亚非的作家会议的事实。1950年代に世界的にもアジアとアフリカの作家たちが作家が集まって一つの組織を作る、で一つの、まあ、話し合う場を作るという運動は世界の中、世界的な形で始まっています。那么在20世纪50年代亚洲和非洲的这些作家们，他们这个聚集到一起，那么成立自己的组织，然后在这个里头有一个交流的这样一种机会，这种活动可以说是在世界范围内展开。日本でも例えば堀田芳恵氏とか野間宏氏とか1950年代にはすでに作品を発表していた、そのような人々によって日本でアジアアフリカ作家会議が結成されていました。那么在日本，比如说野间红，还有这个福田尚那个以他们为代表的一些日本作家，那么他们组织了这样的一个会议。それは作家間の、国際的な交流の機関として一定の役割を果たしてきたんだろうというふうに思います。我认为他作为这种文学者之间的国际交流的一种这种机会，那么起到了相当的历史作用。1980年、僕が先ほど触れたボリビアの映画集団の自主上映運動を始めた頃、僕はその当時のアジアアフリカ、日本アジアアフリカ作家会議の人たちと知り合いました。那么我是在1980年，那么涉及到刚才我提到的这个玻利维亚的他的一个自主电影的这种在日本的推广介绍，出于这种活动的时候，与这个会议产生了联系。そしてその頃の中心人物から、この場合のこの名称についている作家というのは必ずしも小説家ということを意味しない、ひどい意味での文化活動家ということを言っているんだと。だから君も入りなさいと勧誘されました。那么当时这个会议的中心人物对我说，我们所说的这个亚非作家会议，并不是说你写文学作品、你写小说才叫做作家，而应该理解的更广一点，是一种文化活动活动者。所以呢。当时他也劝我参加这个会。それで僕も加わって、7、8 年間、作家会議そのものが消滅するまでの7、8 年間関わったと思います。那么在那之后，这个亚非作家会议呢还持续了这个7年到8年的时间。所以从我当时成为这个成员，一直在这个会议当中，我的官员大概是这个7、8年的时间。いろいろ問題は多かった団体だと思いますが、一つの大きな問題はソ連作家同盟が大きな力、経済力を含めて大きな力を持っている団体であるという問題点がありました。那么这个会议或者说这个组织实际上它存在着很多的问题，其中比较重要的一个问题就是说所谓这个苏联作家同盟在这个组织当中，包括从经济层面都发挥了巨大的影响力。僕が入った頃、ちょうど僕は39歳だったと思いますが、間もなくソ連の民族共和国フルンゼで開かれる青年作家会議、フルンゼ。青年作家会議の年齢制限は39歳だから、君はかろうじて合格だからそれに行かないかと言われたのが国際会議に出た最初
英作会会議のメンバーとして国際会議に出た最初です。我记得当时我是39岁，就是成为这个成员之一的时候39岁。当时马上在这个苏联的这个胡宗泽这样一个地方，马上要召开一个叫青年作家会议。这个青年作家会议，它的这个年限规定是39岁，所以当时就说就劝我，就说你好不容易，你现在赶紧去，不然就来不及了。那么那是我参加的第一个国际会议。その後も当時のルソ連邦の内部にあったタシュケント、タシュケントという町や、それから PLO がレバノンからイスラエル軍の侵攻によってレバノンから追放された1982年の悲劇的な出来事もありましたが、この時はタシュケントですね。その後チュニジアのチュニスで開かれた国際会議にも僕自身は出席しています。那么我出席过几个会议，一个是在这个 Tashkent， 这是苏联的这个 Tashkent 这个地方召开了一个会议，然后之后是这个PLO， 因为这个以色列入侵黎巴嫩之后，那么他的一个会议，之后呢还在日内瓦参加过一个会议。そのぐらいでよろしいでしょうか。可以了吗？はい。想定していた時間はもうそろそろ6時を過ぎまして、他にないですか？他になければ今日は太田さんは二次会にも来ていらっしゃるので、やはりいろいろ持っていらっしゃったパンフレットや本とかそういうことも、もうそういうのを見ながら一緒にお話しするってこともおそらくできると思いますけど。那个大家还有什么提问吗？时间已经差不多了。那个大田先生也跟我们参加那个第二次那个一起进晚餐，如果那个时候想提问也可以。なければ、吉野さん最後何か？いや自分的なお話を、鈴木さんの方から。自分的じゃない。ありがとうございました。実はこの会議4日間にわたる長い長い会議だったのですが、一応これで終わりになります。今天我们这个会一共那个开了那个4天，是一个非常的会。今天到这里到了最后一天。一言だけ最後にこの青年会議の題目ですね。国民会議中黒沖縄国民文学もダメなの。国民文学中黒沖縄文学中黒在日朝鮮人文学となっていて、これについていくつもの方何人もの方から質問を受けました。就是我想说一句话，就是最后我们这个会议啊，亚洲青年会议啊，它是一个国民会议点，重申为题。重复了我的错吗？国民文学点，那个重申文学点，在日朝鲜人文学点。关于这个是我们正式的题目。关于这个题目呢，有些人就是提出了那个问题。正確すぎる声通訳の方も感謝しています。それで答えは実は持ち合わせておりません。我们没有正确的没有一个标准的答案。一言で言いますと、おそらく今までの文学史というのはある種の答えを用意してたと思うんですが、その答えを揺り動かすというのが、おそらく我々が目指していたことなんだろうと思っています。为什么这么说呢？就是说关于文学史啊，现在是有一个答案的，都是有一个答案的。我们就是说想那个推翻这个答案，或者是对这个答案进行疑问。
もう少し言いますと、同じ時期に必ずしも、関連性があるとは言えないかもしれない、ひょっとしたら矛盾しているかもしれない、さまざまな活動が、しかし、同時進行的にある同じような問題を巡る、まあ、私とは言わないけれども、まあ、あの状況の中で、行われていたという事実を皆様に差し出したい、まずその、状況を皆さんに、見せしたいというのが今回の目標でした。就是说那个同一个时期这些问题或许并没有同时发生，但是我们就是说在这个同一个时期里面存共同存在的这样一个问题，想把这个问题带给大家。でもう一つだけ付け加えますと、このまあ、国民文学でもいいですし、沖縄文学でも在日朝鮮人文学でもそれをその文学史上の紙の上の知識にしたくないというのがあるわけです。でそれはやはりこう生きている思想である、生きている文学である、その、生きているというその生々しい状況を感じ取ってほしいというのが、まあ、今回の目標でした。再追加一句就是说，无论是国民文学也好，那个宗正文学也好，那个在日朝鲜的文学也好，我不希望他们是成为一种就是在纸上谈兵的一种文学，希望它赋予他们这些文学以活力，让他们就是很活生生的展现在大家的面前。でまあ、そのような感覚を得ていただいた後、おそらくですね、あの今もう皆さんこう頭の中がいろいろこう混乱している状況だと思うんです。でぜひとも混乱していただきたいと思いますし、それを帰国した後ゆっくりと消化してほしい。でその、やはり時間が必要だと思いますので、時間をかけて消化してほしい。そのための契機となることができたら何よりの喜びです。或许大家那个现在是一头雾水，但是这一头雾水希望大家能够带回国内去好好的消化，这是需要时间，用时间来消化我们这次会议，这也是我们这次会议的一个目的。では最後にあのこの会議の通例に従いまして、あのいくつか感謝の言葉を述べたいと思います。最后还是像我们这个会议每一次都要感谢的那样，我们还是向一些该感谢的人表示一下感谢。まず最初にあのアジアの各地からこの暑い東京に、おそらく1年の中で最悪の時期の東京に来ていただきました皆様に感謝申し上げます。首先是感谢各位在那个这么炎热的那个季节，也是可能是在东京最糟糕的一个季节，赶到这里参加会议的大家。次にやはりあの最大の、まあ、力を尽くしてくれたのは通訳の方々だと思います。これはあの一人ずついきたいと思います。中国社会科学院日本研究所のチャオガンス。北京大学のワン・チン先生。韓国語になりますと、一橋大学大学院のシム・ジヨン。京都大学今大学院にいます、イハンキさん。ソウル大学の大学院で今上海留学中のソン・カブさん。で他にも実はあの何人もあの手伝ってくれたんですが、とりあえず今いる方よろしいですかね。其他还有各种帮助我们的朋友，但今天他们现在不在现场，首先我们先感谢一下现场。心中的感谢。それからこの会議を開くにあたっては、浅井学院とですね、浅井学院の、門長基金会でなんていうか、門長基金会という、まあ、あの基金会からの援助を受けております。同时我们这个会议还得感谢一下那个主办方的雅致书院，而且那个为我们提供资金的那孟州基金。それからあの、まあ、今回、一橋大学言語社会研究科から私の所属しているところからはあのこの会場を含めて、かなりの便宜を受けました。感謝しております。同时也要感谢樱桃大学语言研究所的朋友，也是他为我们提供了这个那个场所。で最後にすみません、我々 の、スタッフをご紹介させてください。まず最初にですね、このあの実は東京でこんな大きい会議を開いたの初めてで、あらゆる面倒くさい作業を一手に引き受けてくれた宮本司さん。最後は感謝いたします。今天召开这样一个会议，第一次这么大型的会议，我们感谢一下那个就是宫本。もう一回お願いします。再次感谢一下，他为我们做了很多事情。
から、東京事務所だけだと力が足りなかったので各地域から手伝いに来てくれました。まず沖縄の上野さん。关注我们冲绳的两个座，我们又请来很多朋友的帮忙，就是那个冲绳的那个上野市。それから北京のチャンチン、あのチャンチンってこと？はい、あのチャンチンさんにも心の中で。あと、今回立川のホテルに泊まって一緒に働いてくれた、じゃあ、ユーティンファン。还要感谢那个ユーティンファン。リュウエンは多分皆さんよくご存知だと思うんですが、もともと東京の人間ではないのですけども、たまたま留学していたせいで巻き込まれたという非常にかわいそうな人なんですが、本来不是东京的那个事务所的，但是正好到这东京来，然后 也把他拉过来帮忙了。で、それかの具体的な作業をしてくれたのは、あ、まず丸川さんのところ。丸川さん、明治大学の丸川さんのゼミ生と、一橋大学で私の授業に出ている人々が、まあ、授業に出てしまっているせいで、仕事を働かされます。すみません、みんなちょっと立ち上がっていただいてよろしいでしょうか。还要感谢一下明治大学的丸川先生的那个で、最後にやはりこれだけ大きな活動ができてしまったのは、ある一人の人の妄想のおかげなわけでして、やはり最後に感謝したい人が一人我々のリーダーがいます。那还有一个，我们这个活动能够展开到今天这个场面，主要我们还得感谢一个人，他一开始的那个想法，我们在这还要再次对他表示感谢。はい、では大きな拍手で、意見を申し上げます。谢谢谢谢谢谢。感謝すべき人多分大丈夫だと思いますので、あ、失礼しました。ダーちゃん、頑張りましょう。ありがとうございました。では最後に、これから食事の案内をします。食事はですね、この大学通りを出て、すぐのところにあります。で、宮本さん、また申し訳ないのですが、宮本さん、那个我们吃饭在那个出门校门不远的地方，还是请大家跟着那个宫本。宮本さんに従ってお願いいたします。宮本。跟着宫本走了。